こんにちは。今回は自分のことを知っていこうというお話です。昔から彼を知り己を知れば百戦危うからずと言われます。敵のことを知る自分のことを知るつまり現状分析をきちっとすれば必ず勝つ必ずうまくいくということです。なので妊活の場合も自分のこともパートナーのことも きちんととと知っていいことが重要だと思いますなので今回のお話は私の経験した知らなくて困ったことや知っておくことの重要性をお話ししたいと思います。妊活が始まりすぐ医者へ行った妻とは裏腹に妊活を言い出した私の方はとりあえず排卵日に普通にセックスをしていればそのうちできるだろうというような甘い考えを持っていました。 これはいわば妊活のスタートラインにも立っていない状態です。こんな状態ではいけません。スタートラインに立つために、まずやらなければならないことがあります。それは、己を知ることです。まずは自分の体について知らなければならないことがあります。当たり前の話ですが、種の話です。生死の話です。 当たり前ですが、妻が受診した病院でも、やはりその辺は踏まえていて、妻の体の検査とともに、私の体の方もチェックすることになりました。具体的には、私の性液のチェックです。方法は簡単で、自分の性液を持ち込んで検査するだけです。いや、簡単と申し上げましたが、仕事前に一人トイレで精子を出すというのは、あまりかっこよい感じではできませんので、 人によっては難しいことかもしれませんとりあえずプリンやヨーグルトのカップ程度の円柱のプラスチックケースに発射したものを妻に持って行ってもらいました私の場合は量は少ないが中身の精子は元気でき形などもなく動きも活発ということで一応基準はクリアこれにはホッとしましたねこれで第一関門突破といったところでしょうか 私のように妻が通院している病院で検査する場合もありますがまだ奥さんが通院を検討している段階の方とりあえず自分の精子の状態だけ知りたい方などは自分でチェックしてみることもできます。泌尿器科でも見てくれますしもっとお手軽にスマホで簡単に検査できるキットも売られています。ただ検査キットはネットで見た限り そんなに正確な検査はできないようなので、やはり医師による検査をおすすめします。いずれにしても、まずは自分の体を把握することが必要です。次に、自分だけではなく、夫婦としての自分たちを知るということも大事です。これまた当たり前のことですが、妊活は、同じ人は一人としていない人間 A が、また同じ人は一人としていない人間 B と、 共同作業をすするとということですなので妊活への取り組みは夫婦によって千差万別つまりかなり個人差ならぬ夫婦差があるということは当たり前の事実ですこれを踏まえていないとネットデータ情報に無駄に不安になったりこうやらなきゃいけないみたいな固定概念に縛られたりしてしまうので注意が必要です。 ある程度は自分たちは自分たちと割り切ることも必要だと思います例えばセックスの時間や回数も一応これが良いと言われている通例がありますただそれにとらわれすぎるとプレッシャーになったりするので気をつけましょうこれでだいぶ現状把握ができましたがこれでもまだ不十分です今度は我が家の経済状態のチェックです不妊治療で病院に行けばお金がかかる そして不妊治療療のの医療費は、は今のところ2021年11年月8日現在では保険適用外になります。だから無尽蔵にお金が使える人は良いですがそうでない場合はある程度どのくらい予算で妊活するかを決めておいた方がおすすめです事前に決めておいた方が良い理由は2つあります1つは不妊治療の性質上終わりがないからです 不妊治療は妊娠というゴールがが、ありますが妊娠しない限りそして諦めない限り理屈上は永遠に継続可能ですまさかどっかで諦めるだろうと思っている方も実際に自分たちが不妊治療に入りなかなかできない時期が続くと次はできるのではないか次はできるのではないかとやめどきというのが分からなくなります2つ目は 不妊治療の医療費は高額になるからです。特に体外受精、顕微受精が高額になるためです。事前に治療方法が高度になるに従って効果になる。段階的にはセックスによる受精でのチャレンジから人工受精2、3万でのチャレンジに変わり、最終的には体外受精約20万から上限なしでのチャレンジになります。ただ、 こちらの体外受精・顕微受精は国の助成金を利用可能です。また、不妊治療費は医療費控除で還付金を受け取れます。こちらの説明は別の動画でしたいと思います。ちょっと話がずれますが、令和4年度より不妊治療に保険が適用される予定です。詳しくは厚生労働省のサイトに出ていますので、概要欄へ URL を貼っておきます。 以上が私の体験からの不妊治療において知っておくべきことになります。それではまた。